トヨタスポーツセンターは愛知県豊田市にあるスポーツ施設である。1973年5月16日、トヨタ自動車が全従業員及びその家族が使用できる施設として設置したものである。日本プロサッカーリーグに加盟する名古屋グランパスエイトが練習場として使用するほか、ジャパンラグビートップリーグのトヨタ自動車ベルブリッツ、トヨタ集球団、 トヨタ自動車公式野球部、トヨタ自動車陸上競技部などのトヨタ自動車の運動部の練習施設である。また、なお、同式地内にトヨタ工業学園が設置されている。毎年12月第1日曜日にはトヨタ自動車の職場対抗の社内駅伝大会が開かれている。2018年12月2日に行われた第72回大会には585チーム、 計4680名の走者が一般ロング、女性、シニア、触れ合いの4部門に参加した。選手はアップダウンのきつい外周を回り、フィールドでたすきを渡す。2019年からは大相撲の宮城野部屋が名古屋場所中の宿舎として合宿施設を実業団相撲部の土俵を稽古場として利用している。グランパスのサッカー練習場には観覧設備が設けられ、 熱心なファンが見学に訪れる。2016年に建てられた新クラブハウスと旧クラブハウス、選手、関係者用駐車場と隣接しており、練習後には選手とのファンサービスが受けられる。また練習場脇にグランパス元監督のドラガンストイコビッチの足型レリーフが設置されている。センター開設当初からある第1グラウンドでトップチームの練習が行われている。 また、J サテライトリーグの試合も年に数回開催され、三重県英鈴鹿スポーツガーデン、田地道星が、大競技場など、他の会場でのホームゲームは、有料試合であったが、トヨタスポーツセンターでの開催時は無料であった。後に、第2グラウンドが完成し、主に下部組織のトレーニングの拠点として、クラブハウスも併設されて使用されている。かつては、第二グラウンドでも、 J サテライトリーグなどの試合が開催されていたが、最近では、セカンドチームの練習試合などを含めもっぱら第1グラウンドが使用する。ただし、第1グラウンドでは6月頃と10月頃に、夏芝、冬芝居の張り替えを行うため、その時期に限っては、トップチームも一時的にトレーニング、練習試合に第2グラウンドを使用する。ありがとうございます。